わあ、ウイルス感染だ。再起動で治るかな。再起動でウイルスは駆除されません。え、じゃあデータを USB で取り出そうっと。 USB に感染が拡大してしまうケースもあります。そんな、誰か助けて。ウイルス感染が疑われる場合、まずはネットワークから隔離することが重要です。早めの相談もお忘れなく。了解であります。君に響けサイバーセキュリティ。